皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ジャニー喜多川氏、去年87の加害問題もあり、旧ジャニーズは凄まじいスピード感を持って改革を断行。その影響は所属タレントの恋愛面にも及んでいる。2023年下半期から今年1月にかけて、旧ジャニーズタレントの結婚や熱愛報道が相次いでいる。 2023年12月にはキングプリンス高橋海人24と有村架純30の3年に及ぶ真剣交際が報じられ、今年1月1日にはカトゥーン亀梨和也37と田中みな実37の熱愛がスクープされた。さらに同17日にはセクシーゾーンの中島健二29。 トトイーガールズの鷲尾ーナ29のこちらも交際3年目になるという恋愛も取り沙汰されたそして1月11日には k i キ k i k i d 堂本剛4と桃色クローバー Z 桃田加奈子29が16日には k a t ー t u n 中丸雄一40が元日本テレビアナウンサー笹崎里奈さん31 との結婚を発表した高橋さん、亀梨さん、中島さんは交際を否定することもなかった。中島さんに至っては本人がコメントしていたほどですからね。創業家がいた頃のジャニーズだったらタレントの熱愛を絶対に認めることはなった。タレントからしたら窮屈なことではありますが、ファンからしてみたらアイドルとはそういうものだったわけです。 旧ジャニーズがガタガタになり創業家の力が及ばなくなって緩んでいるという指摘もありますよね昨年は絶賛売り出し中のなにわ男子で西畑大吾さん27長尾健盛さん21高橋恭平さん23に熱愛沙汰がありましたよねワイドショー関係者ジャニーズ時代は熱愛はない と徹底ししてて否定していたそれがスタートエンターテインメントが立ち上がってから大きく変わったのだ。今後、タレントは同社とエージェント契約となり、そしてスタート社の福田淳社長、58、は、とにかくタレントファーストという考え方ですからね、前室のワイドショー関係者、キスマイフット2の横を渡る、37、 は2023年1月に一般女性との結婚を発表したが交際時に週刊式者からの直撃を受け交際していることを堂々と認めてしまい事務所関係者から大目玉を食らったとされる横尾さんは当時事務所の上層部からファンの気持ちを考えているのかときつく詰められたといいますねたとえ彼女がいても認めない 結婚後も家庭のことには触れないというのがジャニーズのやり方だったんです。それが一点、報じられ、事実だとしたら否定はしないという方針になったと。タレントにしてみれば、嘘をつかなくていい、彼女を大切にしてあげられるという意味で良いことだと考えられますが、それは同時に、大きな武器を捨てるということでもある。 一般的な芸能プロダクションになりつつあるということなのでしょうが、これでは熱狂的ファンは離れてしまいますよね、全道高橋や中島の熱愛が報じられた際、一部ファンからは、甘さ恋愛して周りとか見えてる、お花畑なん、時期が時期なだけに批判くらってもおかしくないよね。二人でキンプリより彼女を守りたいのかな。 中島健人のアイドルとしての終焉が彼女、ワシオレーナ、との匂わせ自爆って誰が想像したよ。ケンティが女関係を匂わせしちゃうような人だったのが悲しい。などの怒りの声や悲しむ声が殺到してしまった。中島さんは過去の発言が、匂わせ、認定され、一部ファンは大激怒中。高橋さんに至っては、 呆れの境地に達しているファンもおり、SNS には、いつキンプリをやめるのなんて本当に厳しい声も寄せられています。前室のワイドショー関係者。高橋や中島の熱愛発覚は、一部ファンにとってみれば、明確に、裏切り、なのだ。アイドルとファン、それは旧ジャニーズに限ったことではありませんが、両者の間には、二次恋愛。 ともままた違う恋愛関係がありますよねジャニーズ事務所はそれを演出するのがとても巧みだったファンもジャニーズタレントと交際できないことはわかっていますがその夢をできるだけ長く見せてほしいそうした思いがあるそれがジャニーズ事務所が消滅し今後スタート者に移行していく中で大きく変わってきているとただ 彼女がいたとしても認めない、結婚後も家庭のことを出さないという、武器を捨てて旧ジャニーズ勢は戦っていけるのか、ということですよね。ジョアンや B、ファーストといった他事務所のボーイズグループ、そして世界的にも人気の k p o p アーティストの存在感は、どんどん大きくなっていますからね。武器を捨てるなら、井ノ原義彦さん、47。 が語ったように、タレントたちは今まで以上に実力をつけていくしかないでしょう。ダンスや歌などのパフォーマンス力を磨き、ライバルに劣らないアーティスト性を身につけ、いわゆるアイドルから脱却していかないと旧ジャニーズグループのファン離れは急速に進み、他事務所のグループに太刀打ちできなくなってしまうのではないでしょうか。全道、スタート者が打ち立てる、新しいアイドル像。 2級ジャニーズファンはついていくことができるのだろうかどこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。